おやすみポポ。夜話ライ麦。大切なものはすぐそばにあるんだよ。さーて、今日もとっても眠たくなるようなお話をしようね。今日するのはみんなと一緒でぐっすり眠りたいヤドカリのポポのお話。聞きながらすぐに眠ってもいいし、お話の終わる頃に眠ってもいいよ。はい。みんなはどっちにする？ポポはみんなと一緒で遊ぶことが大好き。楽しいこと、嬉しいこと、毎日たっくさん遊んで、夜にはもうくったくた。はーい。ぐっすり眠って明日またいっぱい遊ぼうって思ってる。ぐっすり眠ったらきっといい夢も見られるからね。じゃあ目をつむってお話を始めるね。むかしむかし、ある南の海にポポというヤドカリの子がいました。ポポはみんなとちょうど同い年、優しいお母さんヤドカリと一緒に海の中の岩の隙間のお家で暮らしています。毎日あったかい海でいっぱい遊んで、くたくたにくたびれて、はーい。お母さんヤドカリや兄弟ヤドカリたちと一緒にご飯を食べて、お腹がいっぱいになって眠たくなったら、眠る前に今日もありがとう、おやすみなさいとつぶやいて、自分の殻の中で微笑みながら眠ります。でも今日はなんだか眠れないみたい。どうやらいつも中で寝ている殻を小さく感じて、寝づらく思ってしまっているようでした。新しくて寝心地のいいぐっすり眠ることのできる殻があれば、すぐにでも眠たくなって
夢の世界に行くことができるでしょう。兄弟ヤドカリたちに聞くと、みんな自分の殻が一番ゆったり眠ることができると言います。気になり始めると大変で、お母さんヤドカリの殻だって大きくて寝心地が良さそうで、羨ましく思い始めてしまいました。ポポは新しくて寝心地のいい、ぐっすり眠ることのできる殻が欲しくてたまらなくなって、お母さん、僕、新しい殻が欲しいと思うんだけど、どんな殻がいいと思う？と、お母さんヤドカリに聞きました。すると、お母さんヤドカリは、そうね。お母さんは、サンゴの森の向こうに住んでいる亀のおやすみおじいさんに殻を選んでもらったわ。亀のおやすみおじいさんは貝殻集めが大好きなの。きっとぐっすり眠ることのできるポポにぴったりの殻を教えてくれるわよ。お母さんヤドカリにそう教えてもらったポポは、お母さんヤドカリと一緒にサンゴの森の向こうの亀のおやすみおじいさんのところに行くことにしました。ポポとお母さんヤドカリは岩の隙間のお家を出て、サンゴの森を目指します。ポポたちのお家はサンゴの森のすぐ近くにあるので、入り口まではあっという間です。でも、ポポたちはヤドカリですから、歩く速さもゆっくりです。ゆったり、のんびり歩いていきます。すると、サンゴの森の入り口で、人手のひとちゃんに会いました。こんばんは、ポポにお母さん。どこかに行くのかい？と、ひとちゃん。実はね、これから亀のおやすみおじいさんのところに、新しくて、寝心地のいい、ぐっすり眠ることのできる殻を教えてもらいに行くところなんだ。と、ポポ。すると、そうなんだね。ぐっすり眠れないなら、とっておきの方法を教えてあげるよ。でも、眠たくなったら、途中で寝ちゃってもいいんだよ。だんだん、
眠たくなってきているんだから」とひとちゃんは言います。体を楽にして、こうやってだらーんと力を抜いていくの。まずは足から楽にして、すると本当に足が楽になってきます。次は膝を楽にして、ほーら、足全体が楽になってくるよ。すると本当に足全体が楽になってきます。次はお腹を楽にして、ゆっくり息を吸って吐いて、息を吸って吐いてみます。すると本当に体が楽になります。次は腕を楽にして、すると本当に腕が楽になってきます。最後に頭を楽にして、するとスーッと力が抜けて眠たくなってきました。眠たくなっていくから、だんだん体が重たく感じてくるわ。そうしたら深呼吸をしてごらん。すーっとゆっくり息を吸って、ゆっくり息を吐いて、ほら、落ち着いてきたでしょ？体を楽にしていくだけでいいの。これですぐに眠たくなってくるわよ。と、ひとちゃん。ポポは人手のひとちゃんの言う通りにすると、なんだか体がポカポカして気持ちよくなり、眠たくなってきました。ひとちゃんにまたねって挨拶をした後、ポポとお母さんヤドカリはサンゴの森に入りました。サンゴの森は色とりどりのサンゴが生え、その間を細い道が続いていきます。青、赤、白、ピンク。ポポは
さっきのひとちゃんのおかげで眠たくなってきていましたが、お母さんヤドカリについてゆったりのんびり歩いていきます。しばらく行くと広場に出ました。広場の上を見上げると、それはそれは綺麗なサンゴたちがそびえ立っています。そんな景色の中、ふわふわ浮いているものを見つけました。クラゲのクラちゃんとその家族たちです。クラちゃんにはたっくさんの家族がいて、いつも一緒に海を漂っています。クラちゃんたちはゆらゆらと海に揺られていて、ポポは見ているだけでなんだか眠たくなってきてしまいました。せっかくなのでポポはクラゲたちの数を数えてみることにしました。数えるたびにどんどんまぶたが重たくなってきます。何人くらいいるのかな。数えてみるね。1、クラちゃん気持ちよさそうだな。あんな風に漂ってのんびりゆらゆら浮いてみたいな。海に揺られてゆら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 。2、お兄さん、なんだかとてもゆったりした気持ちになってきました。3、お母さん、ほーら、だんだん体の力が抜けてきました。4、お父さん、眠たくて眠たくてあくびが出ちゃいます。ポポの気持ちもふわふわとしてきてしまいました。ゆったり、ふわふわ、ふわふわ。ごおばあさん、もうすっかり眠たくなって、まぶたが重たくて開きません。
いい気持ち。6、おじいさん、どうやらもう眠っているみたい。そうして数えていると、クラちゃんがふわふわとこちらに近づいてきました。こんばんは、ポポにお母さん。どこかに行くのかい？と、クラちゃん。実はね、これから亀のおやすみおじいさんのところに、新しくて寝心地のいいぐっすり眠ることのできる殻を教えてもらいに行くところなんだ、と、ポポ。すると、それなら、試しにかぶさってあげるよ。ふわふわして、眠たくなるかもしれないよ。そう聞くと、ポポは殻を脱いで、クラちゃんを背負ってみました。クラちゃんの体は透明で、背負うと少しひんやりして、気持ちがいいです。でも、周りが透けて見えてしまって、眠るには少し落ち着きません。ポポは、クラちゃんありがとう。とっても心地よくて素敵だけど、ずーっと一緒だと、クラちゃんも家族と一緒にいれないから、自分の殻を探してみるよ。と言って、クラちゃんにありがとうと挨拶をして、お母さんヤドカリと一緒に、のんびり、サンゴの森を進みます。この時、眠たくなってしまっていたポポは、自分の殻を背負い直すのを忘れて、そのまま歩いて行ってしまいました。お母さんヤドカリも、なんだか眠たそうで、そのことに気づきません。しばらく、のんびり歩いていくと、亀のおやすみおじいさんのお庭に着きました。クラちゃんの家族を数えたことで、もう随分と眠たくなってきています。はい。今にも眠ってしまいそうです。よーく見ると、看板が立っていて、わしは貝殻が大好き、と書いてあります。ポポは、やっと、
新しくて寝心地のいい、ぐっすり眠ることのできる殻を見つけられると嬉しくなりました。ポポはもう眠たくてたまらないので、亀のおやすみおじいさんのお家のドアをノックしました。亀のおやすみおじいさんは、おやおや、誰じゃ、とのんびりドアを開けました。はじめは驚いていましたが、ポポとお母さんヤドカリに会えてにっこりと笑っています。ポポが新しくて寝心地のいい、ぐっすり眠ることのできる殻を探していることを話すと、そうかそうか、それで殻がないんじゃな。それなら君にぴったりの殻を探してあげよう。おあがんなさい。とのんびり亀のおやすみおじいさんは言いました。ポポは亀のおやすみおじいさんに言われて初めて自分の殻をサンゴの森の広場に忘れてきてしまったことに気づきました。でも、また帰りに広場を通るし、それにこれから新しくて寝心地のいい、ぐっすり眠ることのできる殻をもらえるんだからいいかなと思って、お母さんヤドカリと一緒にドアをくぐりました。亀のおやすみおじいさんのお家に入ったポポは思わずびっくり。お家の壁という壁には棚がかけてあり、貝殻やらサンゴやら人間の捨てた瓶やらがびっしりと並んでいます。床には長い机があり、その上には特に亀のおやすみおじいさんのお気に入りの貝殻が飾ってありました。亀のおやすみおじいさんはその中からいくつかポポの体に合いそうな貝殻を運んで持ってきてくれました。さあ、どれでもお好きな貝殻を試してごらん。と、のん
んびり、亀のおやすみおじいさん。ポポは亀のおやすみおじいさんの言う通りに、どの殻が一番寝心地のいい、ぐっすり眠ることのできる殻なのか、試し始めました。まずは、一番大きなクリーム色の巻貝。中に入ると、すっぽり入れて、広々としています。ポポは、これがいい、と思いましたが、いざ、背負ってみると、ものすごい重さです。これでは、お家までだって、帰れそうもありません。次の貝殻は、細くて長い、トゲトゲの巻貝。すごーくかっこよくて、背負ったら自分までかっこよくなれそう。ポポは、これがいい、と思いましたが、これは、ちょっと窮屈で、ぐっすり眠るには、ちょっと、狭いようです。他にも、いろいろな貝殻を試しては、違うかな、を繰り返し、とうとう人間の捨てた瓶まで試したポポ。それでも、ぐっすり眠れそうな殻は見つかりませんでした。亀のおやすみおじいさんは、残念そうにしているポポに優しく、また、いい貝殻があったら集めておくから、いつでも探しにおいで。でもね、大切なものは、すぐそばにあるんだよ。と、のんびり言ってくれました。ポポとお母さんヤドカリは、亀のおやすみおじいさんにお礼を言って、ドアからお家を出ました。ポポはたくさんの貝殻を試して、もうくたくた、疲れて、くたくたで、もう、体にも、力が入りません。眠たくて、眠たくて、仕方がないのです。そんな様子を見て、お母さんヤドカリは、ポポの、手を引いて、お家に帰って、ぐっすり眠りましょう。
今日はお母さんの殻を貸してあげるわ。と言って、帰りのサンゴの森の方に歩き始めました。のんびり、ゆったり、二人で帰り道を歩いていると、行きに通った広場に出ました。クラゲのクラちゃんとその家族は、ふわふわと浮きながらぐっすり眠っています。ポポはその広場の真ん中に、行きに忘れていった自分の殻があるのを見つけました。ポポは、亀のおやすみおじいさんのお家では、新しい殻は見つからなかったし、ひとまず、この殻を背負って、帰ろうかな。と、眠たそうにつぶやいて、その殻を背負いました。するとどうでしょう。亀のおやすみおじいさんのお家で試したどの貝殻よりもぴったりで、心地のいい貝殻だという気がするのです。ポポはこれならぐっすり眠れそうだと思いました。当たり前に背負っていた貝殻は、実はポポにとって一番寝心地のいい、ぐっすり眠ることのできる殻だったのです。これでもうすっかり安心したポポは、お母さんヤドカリと一緒に歩きます。あとはもう、お家に帰って、ぐっすり眠るだけです。サンゴの森の出口で、ポポは人手のヒトちゃんを見かけました。ヒトちゃんは、うとうとして、今にも眠ってしまいそう。はい。ひとちゃんは、うっすら目を開けて、ポポの背負っている殻を見て、ポポ、おかえり。その殻、一番君に似合っているよ、と声をかけてくれました。ポポはもう嬉しくて、誇らしくて、もっともっと自分の殻のことが大好きになりました。ポポとお母さんヤドカリは
ゆったり歩いていくと、だんだんお家が見えてきました。やっと着いた。と、くたくたのポポは思いました。ずいぶんと時間も遅くなりました。さっきよりもずっと くったくたです。岩の隙間をくぐりながら、ポポはもう安心と嬉しさと眠たさで、大きな大きなあくびをしました。兄弟ヤドカリたちはもうぐっすりと眠ってしまっています。ポポはずっとついてきてくれたお母さんヤドカリにお礼を言って、今日もありがとう、おやすみなさい、と伝えました。ポポは大好きな自分の殻の中に入りながら、自分にとって寝心地のいいぐっすり眠ることのできる殻はずっとここにあったんだね。大切なものはすぐそばにあったんだ、とつぶやいて目を閉じました。目を閉じながら、ポポはひとちゃんに言われたことを思い出しました。体を楽にして心を落ち着かせます。そしてクラちゃんの家族を頭の中で数えます。一、二、三、四、五、六、お母さんヤドカリはポポが眠りに落ちていくのを見守りながら、おやすみなさい、よかったわね、と言いました。明日からはきっとこの寝心地のいいぐっすり眠ることのできる殻のおかげで、もっと、もっと早く眠たくなってしまいそう。そんなことを思いながら、ポポは眠ってしまいました。決して
新しいからじゃないけれど、すぐそばにある大切な殻の中で、大切なものはすぐそばにあるんだよ。おやすみなさい。